ジェームズ7世及び、ジェームズ2世は、イングランド・スコットランド・アイルランドの王。スコットランド王としてはジェームズ7世、イングランド王、アイルランド王としては、ジェームズ2世。三王国にとってジェームズは、歴史上最後のカトリック信仰を有する国王となった。ウィリアムとメアリーでなく、ジェームズこそ正当なる王であるという人々は、ジャコバイトと呼ばれ。 ジャコバイト運動はたびたび名誉革命体制イングランドを脅かした。ジェームズの死後、ジャコバイトは、ジェームズの息子、ジェームズロー神王を衰退して、活動を続けた。かつて、ジェームズ7世、2世は、イギリス史の中で、カトリック絶対王政を目論んだ悪役として、描かれていたが、1970年代の歴史学会の変化。 および、名誉革命300周年を迎えた1989年、前後の研究などにより、従来の悪役像を否定する方向にシフトしつつある。ジェームズが生まれたセントジェームズ宮殿。16世紀に、ヘンリー達成によって建造されたもので、ロンドン市内の最も古い宮殿の一つである1633年、チャールズ1世と、フランス王アンリ4世の娘。 ヘンリエッタ・マリアとの間に生まれた。兄に、チャールズ2世、弟に、グロスター公ヘンリー、姉に、オランダ総督、オラニエ公ウィレム2世ヒメアリーヘンリエッタ、妹に、エリザベス、オルレアン公フィリップ1世非ヘンリエッタ・アンがいる。フランス王ルイ14世は、母方の重邸で、イングランド王兼オランダ総督ウィリアム3世はおいに、当たる。1640年、7歳の時に、 新京都革命が始まると、一家で、王統派の拠点オックスフォードに移り、その最中の1644年、11歳で、ヨークに除された。内戦は、国王側の敗北に終わり、オックスフォードも1646年に陥落した。ジェームズは、セントジェームズ宮殿に監視付きで遊兵されたが、幾度も脱出を試みた。1648年、 15歳のジェームズは、長老派の一人、コロネル・バンプ・フィールドの助力を得て、助走して、オランダのハーグへと逃れた。1649年に父は、議会派に処刑され、王党派は、ジェームズの兄・チャールズ2世を直国王に推した。チャールズは、スコットランドとアイルランドでは、王として認められ、スコットランドのスクーンで1651年に、退官した。しかし、 共和制イングランドは、スチュアート家を敵視しており、イングランド王位を得ることは叶わなかった。さらにオリバー・クロムウェルによってスコットランドは制圧され、スチュアート一族はフランスに亡命した。フランスに渡った後、スチュアート一家は、ヨーロッパ各地を転々とした。チャールズとジェームズの兄弟は、まず、フランスで、トュレング将軍の下で軍人として、政権を立て、ジェームズは、 フロンドのランデ・トゥレンヌの軍に合流して、反乱軍と戦った。続いて、ジェームズ23歳の1656年、二人は、生活のためスペイン軍指揮官のコンデコー、ルイ2世について、各地を転戦。フランススペイン戦争でジェームズは、スペイン領ネーデルラントで、フランス軍と交戦。1658年の砂丘の戦いで、コンデコーの軍に加わり、 トュレンヌ率いるフランス軍と交戦した。トュレンヌ・ヤコンデコーは、ジェームズの軍人としての才能を高く評価している。兄弟は福井の可能性を求めて、列強の国々を巡ったが、30年戦争などで、疲弊したヨーロッパ諸国に兄弟を助ける余力などなく、むしろ五国共生イングランドと友好関係を築こうとさえしていた。最初のヒアンハイド。 ジェームズが即位する前に死去したが、彼女の初生の二王女メアリーとアンは名誉革命で、ジェームズが敗位された後に、イングランド女王として、次々に即位した。1660年に、クロムウェルの死去に伴い、イングランド五国共生が瓦解すると、チャールズ二世は、ブレダ宣言を発して、イングランド王位につき、ジェームズも、五国の土を踏んだ。兄チャールズ二世には、 諸子は多くても着出子がなく、ジェームズが、推定多い継承者となった。1660年9月、26歳のジェームズは、兄の腹心のエドワード・ハイドの娘アンと結婚した。ハイドは後に、クラレンドン伯爵に除されるが、当時はまだ平民であり、イギリスでは、このアンが、平民の娘として、時代の多い継承予定者に課した発令となった。ジェームズは、 ヨーク湖に加えて、オールバニ港と海軍総司令官の称号も得て、イングランド海軍を束ね、第二次、第三次英乱戦争に携わった。海軍総司令官在任中は、サミュエル・ピープスと組んで、海軍再建に尽力。第二次英乱戦争では、初代サンドウィッチ伯爵、エドワード・モンタギューと父方の重慶。 カンバーランド・コールパートと共に1665年のローストフトの海戦でオランダ艦隊に大勝利を飾った。後継者を失うことを恐れた兄の命令で後方に回され、1665年以降は海戦から遠ざかったが、第三次英乱戦争で海軍に復帰して再度オランダ艦隊と交戦した。1672年のソウル米の海戦で敗北を、 きっし、翌年の清掃で、海軍総司令官を辞任して、ルパートに交代したため、以後は海戦に参加していない。1664年に、北、アメリカに派遣されたイングランド軍が、オランダのニューネーデルラント植民地を占領したことを、受けて、イングランドはこれを新たに、ニューヨーク植民地とした上で、ジェームズに与えた。またその際、ジェームズの栄誉を称えて、 港湾都市ニューアムステルダムをヨーク港にちなんでニューヨークにハドソン川上流の都市フォートオレンジをオールバニ港にちなんでオールバニに改称している。このニューヨーク植民地は今日のニューヨーク州に加えてニュージャージー州、デラウェア州、バーモント州のハントとコネチカット州、マサチューセッツ州、メイン州の一部を含む広大なものだった。この頃のジェームズは 王立アフリカ会社の筆頭理事も務め、奴隷貿易に従事した。二番目のヒメアリー・オブ・モデナ。北イタリアのモデナ広告出身で、敬験なカトリック信徒だった。彼女が、王子ジェームズ・フランシス・エッドワードを生んだことが、引き金となり、名誉革命が起きた。17世紀のイングランドにおいて、王がカトリックを信仰することは、イングランド固有の法と伝統の破壊者、 そして絶対王政を祝謀君といった烙印を押されることを意味した。もともと、イングランド人はカトリックを好んでいなかったが、ルイ十四世のカトリック寄りの政策は、カトリックが王につくと、議会、法を無視して、絶対王政に走るという偏見を上調した。ジェームズがカトリックを信仰したことは、当時のイングランドにとって有々し問題であった。ヨーク校ジェームズが、 カトリック信仰になったのは1668年から1669年35歳前後の頃と考えられている。このことはしばらく伏せられていたが、ジェームズの信仰に対する疑惑は次第に広がり、特に宮廷にカトリックの影響が及ぶことを懸念する声が高まった。反カトリック感情に押されて議会は1673年改正審査法を成立させ、 文官、武官の役職につく者に以下の手続きを求めた。過大説を否認すること。過大説とは、カトリックの教理の一つで、武道士とパインがキリストの血と体になるとするもの。先生において、カトリック教会を、迷信深く怠惰であると明言すること。イングランド国教会の生産を受けること。ジェームズは、海軍総司令官の職を続けるにあたって、 これらの手続きを求められ、拒絶して職を辞した。これによって、ジェームズのカトリック信仰は公然の秘密となった。兄であり、王であったチャールズ2世は、ジェームズの天候に反対し、ジェームズの子らをプロテスタントとして育てるように命じた。しかし一方で1673年、戦災をなくした、ジェームズの再婚相手に、 カトリックのメアリー・オブ・モデナを選ぶことを許した。イングランドの人々の間で、この新しいヨークコープ人は、ローマ教皇の手先ではないかという噂が立った。1677年、ジェームズは、長女のメアリーを、プロテスタントのオイオラニエコーをウィレム3世に目合わせたが、これは、国内の、反カトリック圧力を受けてのことであった。こうした妥協にもかかわらず、 チャールズ2世非キャサリンが流産して、ジェームズの大井継承が現実味を帯びてくると、カトリックへの敵意は収まらなかった。1678年には、陰謀の別造騒ぎが起こり、ロンドンは反カトリックの集団ヒステリー状態に陥った。議会では、ジェームズの大井継承を阻もうとする大井、排除法案が3度にわたって提出され、上下両院で紛糾したが、 チャールズ2世の起点でこの法案は廃案となった。チャールズ2世はジェームズを守るため、このヒステリーが沈まるまで1679年にメーデルラントのブリュッセルに逃れさせた。さらに騒ぎの伝播していないスコットランドに移し、そこでローダーデールコージョンメートランドに変えて国王名代の地位に据えた。ジェームズはスコットランドで位継承の根回しを進めるとともに、 スコットランドでのジェームズの人気を確保した。一方で、宗教弾圧も、結構、長老派教会の壁ナンターを弾圧している。排除法案などを提出したのは、元閣僚で、反カトリック、反ジェームズの中心的人物である、シャフツベリ伯爵アントニーア・アシュリー・クーパーである。彼ら急進派は、カトリック陰謀事件の熱も収まって、政治的構成をかけられなくなり、 合法的な手段で、ジェームズの王位継承を阻止することが不可能と判断した。この当時、カトリックではあっても血筋正しいジェームズが王で、あるべきだという保守派も少なからず存在した。排除法案に対抗して、チャールズ2世は二度にわたり、議会を解散し、その後、チャールズ2世の知性に議会が召集されることはなかった。 こうした状況で急進派が打った手段が、ライハウス陰謀事件で、チャールズ2世とジェームズ兄弟を一挙に暗殺する計画を立てた。この暗殺計画は、未遂のうちにロケン市ホイッグの指導者層は処刑。シャフツベリハクは1682年に、別の陰謀発覚で、ネーデルラントに亡命し、翌1683年に死去。一方のジェームズは1682年に、 帰国、1684年に、海軍総司令官に復職した。1、ニクラウンカ。ジェームズ即位を記念して1686年、鋳造された。国印にヤコブス、ツーデイ・グレーシアの文字が読み取れるジェームズ2世、チャールズ2世は1685年、死の床で、カトリックに転校した後、公式な時代国王を決めずに死去した。王位は、 当時51歳のジェームズに渡り、ウェストミンスター宮殿で4月23日大冠式が行われ、イングランドとアイルランドの王ジェームズ2世、スコットランド王ジェームズ7世が誕生した。当初は、ジェームズ2世の即位にはっきりと反対の態度を取る者は、ほとんどいなかった。5月に召集された議会も王室費の増加を決議するなど、ジェームズ2世に有効的な態度を見せた。 モンマスの反乱は、ジェームズ2世の即位に反対する運動であった。チャールズ2世の諸子、モンマス公、ジェームズ・スコットは、スコットランド貴族、アーガイル・ハク、アーチボルド・キャンベルと結託、自分こそが王であると戦勝して1685年6月20日に、反乱を起こしたが、アーガイルはすぐに捕らえられ処刑。モンマスもセッジムーアの戦いで、イングランド軍に敗れ、 ロンドン島で処刑された。さらなる反乱を防ぐ目的で、ジェームズ2世は大規模な常備軍の設置を検討したが、これには、カトリック絶対主義の現れであるとして、議会の反発を招いた。常備軍の問題は、結局ジェームズ2世側が折れて撤回したが、同時に、議会は解散され、ジェームズ2世の知性には再度招集されることはなかった。 ロンドントラファルガー広場のジェームズに製造木彫シーグリーンリング、ギボンズの手による。公式な彫像は、この像とオックスフォード大学ユニバーシティカレッジの2カ所のみであるジェームズに誓願を提出した7名の主教。セブン・ビショップスとして知られる、ジェームズ2世宗教問題による緊張は1686年、あるフランス外交官から、王は、 揺るぎない支配体制を築くべきであると進言されたことに橋を発する。この問題を審議した王座裁判所は王は審査法による宗教的制限を受けないという決定を下した。ジェームズ2世はこの決定を根拠にカトリック信徒が皇位公職に就くことを許し、ローマ教皇大使フェルディナンド・だったを宮廷に招き入れイエズス・会し エドワルド・ペトレを自らの調剤司祭に据えた。こうしたことは、メアリー一世時代以来なかったことで、プロテスタント支配層の怒りを買い、ジェームズ二世の支持層であったトーリーとの溝を深めることになった。次に、ジェームズ二世は、ロンドン主教で、反カトリックの旧先法の一人、ヘンリー・コンプトンをはじめ、養殖にあった国教会信仰の者を免職し始めた。 1687年1月には、議定で、アイルランド総督のクラレンドン博ヘンリー・ハイド、オークラ教のロチェスター博、ローレンス・ハイド兄弟を罷免して4月に、信仰自由宣言を発し、カトリック及び、被告協会プロテスタントへの制限、処罰を停止した。さらに、オックスフォード大学クライストチャーチ及び、ユニバーシティカレッジでも、国教会信徒からカトリックへ、養殖。 研究者職のすげ替えが行われ、これが議会を刺激した。7月には議会を解散、10月から11月にかけて、各州の党函と治安判事に、次の選挙に親カトリックを支持するかどうかの質問状を送り、反対派を更迭、自治都市への介入も進めていった。これらの親カトリック政策、及び被告協会信徒への規制緩和政策は、 支配者層の大部分であった国境界信徒との圧力を生んでいったが一方で優遇されるカトリックの側にとっても手放しで喜べることではなかった。広い支持のない政策によって優遇されたカトリック聖職者らはジェームズ2世いなき後は再び強い敵の中に放り出されるのではないかという不安を持ち始めていた。今やジェームズ2世の支持基盤は ごく少数の福神たちだけであった。イングランド反カトリックの我慢の糸が切れたのは1688年の4月、再び信仰自由宣言を発して、国教会礼拝で宣言を読み上げるようにという命令が下された時であった。カンタベリー大主教、ウィリアム・サンクロフトラ7名の主教は、連名で誓願を提出し、宗教政策の再考をジェームズ2世に迫ったが、 ジェームズ2世は主教らの逮捕で、これに応じた。さらに6月、ジェームズ2世に、長子ジェームズ・フランシス・エッドワードが生まれて、カトリック政権が続くであろうことが明白となった。ジェームズ2世の支持基盤であったトーリーは花白み、代わって、ホイッグ急進派が次第に勢いを盛り返しつつあり、急進派の幾人かが、密かに、オランダのオラニエコーはウィレム3世と連絡を、 取り始めていた。ウィレム3世は、ジェームズ2世の甥で、娘、メアリーの婿でもあった。急進派の間では、カトリック絶対主義の強国フランスの先制君主類14世と、戦うプロテスタントの英雄と目されており、イングランド王位を引き継がせるには、絶好の相手であった。一方、ウィレム3世の側でも、オランダの国力のみでフランスと戦うのは心細く、 戦略上イングランドを味方に引き入れることが望ましいと考えていた。両者の利害は一致し、6月30日、後にイモータルセブンと呼ばれる7人のプロテスタント貴族が、ウィレム3世に招聘状を送り、正式にイングランドに王として来てほしいと要請した。9月には、ウィレム3世が攻めてくることが明白になり、フランスのルイ14世は、 ジェームズ二世に援軍を申し出た。ジェームズ二世はこれを断って、自前の軍を招集しようとしたが、ジェームズ二世の命令を聞く部下や軍隊は、ほとんどいなかった。11月5日に、ウィレム三世が、アルマダの海戦をしのぐ5万の軍勢を従えて、何の抵抗も受けずに上陸。側近のジョン・チャーチルとサラ・ジェニングス夫妻らほとんどの、 イングランド貴族がウィレム3世に寝返り、ジジョアンとジョージの夫妻が彼らの手引きでオランダ軍に投降するに至り、ジェームズ2世は自らの敗北を悟って国事をテムズ川に投げ捨て逃亡を図った。ケントで一旦は捕らえられたが解放され、フランスに再亡命した。この時、ジェームズ2世は55歳に達していた。一方、 韓国の元ロンドンに迎えられたウィレム3世は議会が解散中であったため仮議会を召集し国王即位の承認を受けた。ここにイングランドはウィリアム3世、メアリー2世による共同統治が始まった。ジェームズが晩年を過ごしたサンジェルマン,アンレージ例上フランスに逃れたジェームズ2世は剣道従来を図って1689年3月、 フランス軍を伴ってアイルランドに上陸した。スコットランドでは、親ジェームズ2世のダンディー主尺ジョングラハムが反乱を起こして戦死したが、アイルランドでは、ジャコバイトのティアコネル博、リチャード・タルボットとパトリック・サースフィールドらが、ジェームズ2世に協力。アイルランド議会は、ウェストミンスターの決定に従わず、 ジェームズ2世が王であることを確認し、信仰の自由に関する法を成立させた。かくして、ジェームズ2世イコールカトリック勢力とウィリアム3世イコールプロテスタント勢力の戦いが始まったが、ボイン側の戦いで敗れた、ジェームズ2世は、敗残の味方たちを置き去りにして、フランスに逃れた。捨てられた側の兵士たちから不満が噴出し、 クソタレのジェームズというニックネームが付けられた。アイルランドは1691年までにイングランド軍に平定され、スコットランドの反乱がも鎮圧され、名誉革命政権は足場を固めた。大陸で起こった大同盟戦争で、イングランド・オランダ同盟軍を率いるウィリアム3世と戦っていた、ルイ14世もジェームズ2世の支援を行おうとしたが、 1692年のバルフルール岬とラ・オーグの海戦でフランス海軍が壊滅、イングランド遠征は失敗に終わった。戦後、ジェームズ2世はフランスのサンジェルマンアンレー城に住むことを許され、1696年には大井奪還を狙ってウィリアム3世暗殺計画を立てたが失敗に終わった。ルイ14世はジェームズ2世にポーランド王位を用意したが、 これを受諾することは、イングランド王位を諦めることを意味すると考えた、ジェームズ2世は辞退し、ルイ14世との関係も冷えていった。以後、ジェームズ2世は、禁欲的な国会社として生活し、1701年9月16日に、脳出血で死亡した。67歳であった。遺体は、サンジェルマンアンレイに埋葬されている。ジジョアンは、 プロテスタント信仰で1702年のウィリアム3世の死後に王位を継いだ。1701年に制定された王位継承法は、案なき後にジェームズ・ロー・シン王が王位を継ぐのを防ぐための法だった。これによってジェームズ・ロー・シン王は王位継承権を失い、代わってプロテスタントでジェームズ1世の女系の彦のハノーファー選手行、ゲオルクルートビヒが迎えられて、 ハノーバーアーサが成立することになった。ジャコバイトの間では、ジェームズ8世及び3世として知られるジェームズロー、シンオは、たびたびジャコバイト運動を起こした。特に大規模だったのは、スコットランドで起こした1715年の反乱である。王位が、スチュワートアサから、ハノーバーアーサに移り、情勢が不安定になったのを見て、軍を起こしたが、 結局、鎮圧された。ジェームズ・ロー・シンオの息子、チャールズ・エドワードは、1745年の、ジャコバイト反乱を主導して、イングランドを侵犯させたが、スコットランドの反乱軍との連絡の不備もあって、カロドン・ミュアの戦いで鎮圧された。若新王の弟、ヘンリー・ベネディクトは、数奇教となった。ジェームズの着刑の子孫は、ヘンリー・ベネディクトが最後で、 ヘンリーの死後は王位を主張しなくなった。現在に伝わる推定相続者は、バイエルン公フランツで、ジャコバイトの間では、フランシス2世と呼ばれている。一方、ジェームズ2世は、アラベラ・チャーチルとの間に、諸子ヘンリエッタを残しており、その家系は、スペンサー伯爵家と婚姻を行いダイアナ元妃に、至ることになった。 そして1981年のダイアナヒト・チャールズ、王太子の結婚、翌年のウィリアム王子の誕生により294年ぶりに、ジェームズ2世の血筋は、イギリス王室によみがえった。もう一人の諸子で、ヘンリエッタの弟ジェームズ・フィッツ・ジェームズもフランスに、帰化して、子孫は、スペイン貴族と、フランス貴族に、助爵、アルバ行為を受け継ぎ、現在に至る。 スチュアート長の家系図最初のヒアンハイドとの間に8人の、子を設けたが、2人の娘を除いて溶接した。チャールズ・ケンブリッジ公・メアリー2世、イングランド・スコットランド・アイルランド女王、オランダ総督・ウィリアム3世と結婚。ジェームズ・ケンブリッジ公・故、アン、イングランド・スコットランド・アイルランド女王、ノッチ・グレート・ブリテン女王、デンマーク・ノルウェー王子・ジョージと結婚。チャールズ・ケンダル公、 エドガー・ケンブリッジ公、ヘンリエッタ・キャサリン2番目の日メアリー・オブ・モデナとの間に7人の子を設けたが、2人の子を除いて溶接した。キャサリン・ローラ・イザベラ・チャールズ・ケンブリッジ公、エリザベス・シャーロット・メアリー・ジェームズ・フランシス・エドワード、イングランド・オーイ・戦勝者、老神王、ルイーザ・マリア・テレーザ・愛称・アラベラ・チャーチルとの間に4人の子を設けた。 ヘンリエッタ・フィッツ・ジェームズ・ウォルドグレーブ男爵ヘンリー・ウォルドグレーブと結婚、ガルモエ爵爵、ピアズ・バトラーと再婚、ジェームズ・フィッツ・ジェームズ・ベリック・コーヘンリー・フィッツ・ジェームズ、アルベマーアル・コー、アラベラ・フィッツ・ジェームズ・主導女愛称、キャサリン・シードリーとの間に3人の子を設けたが、1人を、残して溶接した。キャサリン・ダーンリー・アングル・シー・ハク、ジェームズ・アンズリーと結婚、 バッキンガム公ジョンシェフィールドと再婚、ジェームズ・ダーンリー・チャールズ・ダーンリー溶接第二次、エーラン戦争で奇襲を受けるイングランド軍艦。海軍総司令官の職にあったジェームズは、対オランダ主戦論者の中心的存在でもあった。ジェームズは、国王は、断固たる強い姿勢を維持しなければならないと、考えていた。これは優柔不断から、妥協や追従を繰り返し、ついには、 福神ストラフォード博の処刑に署名してしまった父、チャールズ一世の教訓があった。実際、兄チャールズ二世に安易な妥協をしないようたびたび進言している。しかし一方で、自身が安易な妥協を見せることもあった。政治家として、時には、譲歩しなければならないと感じたゆえのことであったが、これによって、原則を強調しながらも、大衆受けを狙う行動を、 時折見せた。信仰自由宣言によって、被告協会信徒に、感触の文句を開こうとしたのも、こうした下地があった。ジェームズはまた、人物を、敵味方の二分法で分けがちなところがあった。ジェームズにとって、自分の意見を是とする者は、信頼に足る者であり、還元を行う者は敵であった。これは亡命中、イングランド内戦の情報を、 国王派に偏ったものから得ていたためでもある。国王派から見れば、チャールズ一世は、正当な主張に則っ,った行動をしており、野心的なイングランドの議会派ジェントリが、民衆の間に広がっていた不満を利用して、国を混乱に陥れた、と映っていた。側近らはそのままジェームズに伝え、他に、情報のチャンネルがないジェームズは、これをうのみにせざるを得なかった。 結果、議員、政治家を疑ってかかるようになり、敵と判断したものを排除しようとした。長い間、名誉革命は、イングランド史上最大の異業であり、これをもたらした、ウィリアム3世は信仰の自由と法及び伝統を守った英雄として描かれた。相対的に、ジェームズ2世の評価は低く、カトリック絶対王政を志向とした。 先制君主という歴史上の悪役であった。このような歴史観は名誉革命直後からイングランド人の間で主流であり、フランス革命の影響もあって、むしろ強化された。ウィリアム3世イコール英雄、ジェームズ2世イコール仇役というホイッグ史観は20世紀中盤画まで、ほとんど批判を受けずに継承されてきた。 ジェームズに関する伝記で、最初のものは1948年、しかフランシスターナーによるものである。これは入念に調べ上げられているが、ほぼホイッグ士官の路線を踏襲した否定的見解に基づく伝記であった。1970年代に起こった歴史修正主義の流星は、歴史学を物語から学問に押し上げようとする動きでもあった。修正主義は、 歴史の物語性や因果率を批判的に検討し、進歩史観の否定や歴史的偶発性の指摘を行った。その流れの中で、名誉革命研究も新たな展開を見せることになった。次第に、ウィリアム3世の戦略的利己心やホイッグ級心派の実態などが明らかにされ、名誉革命は歴史的異業から単なる宮廷クーデターに格下げされた。 ジェームズ2世については、カトリック絶対王政を目指した、先制君主という像が真実だとすれば、カトリック陰謀事件などの騒動やジェームズ2世が、国王に即位できた理由が説明できなくなる点などが、指摘された。ジェームズ2世を支持した層が存在したことが、明らかになり、歴史的悪役の悪内では捉えきれなくなりつつあった。そうした潮流の中で、 ジョン・ミラーが表した、ジェームズ2は、現在最も評価の高い電気である。ミラーは、ジェームズ2世は、絶対王政に憧れている面があったものの、それを実現する計画も努力もほとんどなく、むしろ、イングランドで、信仰の自由カトリックも含めてを、実現しようとしたに過ぎない、と指摘した。ミラーの電気は、従来のジェームズ2世間からすれば、 革命的な変化であり、ネオイコールホイッグと呼ばれる保守的な歴史家から批判が集中した。同様に電気を出版したウィリアム・スペックは、ミラーの指摘を全く信用に値しないとこき下ろし、一方ミラーも、ビル・スペックは300年前と同じようなことを未だに主張していると応じている。ことジェームズ2世の評価に関する限り、ミラーの研究の方が、 比較的広く受け入れられているが、ジェームズ2世の宗教観や政治思想などを詳細かつ後半にカバーした研究が望まれている。日本のイギリス史研究でもミラーやスペックラの研究が受け入れられているが、ジェームズ2世についての新しい日本語文献はほとんど存在しない。これは日本の十七から十八世紀イギリス研究が 林正夫による、名誉革命に関する著作が出て、以降、経済史、社会史、民衆史及び、イギリス帝国研究などに重点が移ってきていること、国王といえども、個人の電気は日本語訳されることがほとんどなかったこと、及び英語で出版されたものを読めば足りるとされてきたこと、などの理由による、研究会の外では、 旧来のジェームズ2世イコール先生君主という構図が根強く残り、世界史の教科書などでは、ホイッグ史観に基づく悪役像が反映されている。ウェア、アリソン、258、ブリテン、エスロイヤルファミリーズ、ザ・コンプリート・ジーニアロジー、リバイズド・エディション、ランダムハウス、ロンドン、ISBN0 から712674489、ジャコバイトの元となったジャコバスは、 ジェームズのラテン語読みである。詳しくは、ジャコバイトを参照。事例は2011年に、ウィリアム王子に嫁いだキャサリン・ミドルトンである。ただし、結婚当時のウィリアムは正式な王位継承者である、チャールズ王大使の長男であり、次々大の王位継承予定者だったところが、ジェームズの場合と、若干異なる。イングランドの、反カトリック感情は、良き女王。 レストと慕われたエリザベス一世がプロテスタントで流血のメアリーと恐れられたメアリー一世がカトリックであったこと1640年にアイルランドで起こったカトリック市民によるプロテスタントの虐殺事件の記憶が残っていたこと長年の敵国フランスがカトリックの大国であったことなど複合的な原因による排除法案に批判的な貴族員と連携して否決させたり 拒否権や議会解散権を行使して、排除法案を廃案に追い込んだ。カトリックであることを告白したと評するものもある。この場合、遡ってカトリック信仰であったことを意味する。この点については議論があるが、いずれにせよ、チャールズは生前からカトリックに理解、共感を示していた。この反乱に対するジェームズの厳しい態度から、後世の鹿たちから。 地の巡回裁判、残酷な支配者と批判されることもあったが、当時はこれらの処置を当然と見る向きがほとんどで、同時大臣からは批判されていない。こうした政策や宣言が、被告協会プロテスタントの支持を得るためであったのか、もしくは真に、信仰の自由を実現しようという意図であったのかについては、論争がある。カレッジ制を取るオックスフォード大学の中でも、 歴史と伝統が長い両校は政治的影響力も小さくなかった。また大学選挙区を有しており、オックスフォード大学選挙区から2名の下院議員を選出していた。騒乱罪の名目であった。裁判では無罪を言い渡されている。すでに生まれていたのを隠し、この時期に公表したのではないかという指摘もされている。援軍を招けば、イングランドがフランスに占領される。 もしくは戦火が国土に及ぶという危惧がジェームズ2世にはあった。ジェームズ2世を処刑すべしという声もあったが、イングランド内戦の最中チャールズ1世が首をはねられ、結果的に殉教者として同情が集まったという経緯があった。ジェームズ2世を逃がしたのは、かつてはウィリアム3世の奴隷の広さゆえであるとも言われたが、実際は、 ジェームズ二世の人気を回復させないためであった。仮議会は王政復古の時も招集されているが、双方ともどのような手続き、法的根拠によって仮議会が招集されたのか明らかになっていない。カトリック・プロテスタントを問わず、アイルランドにおいては、信仰による差別をしないとする法。 レースウェイク条約をイングランドとの間に締結して大同盟戦争を終わらせたルイ14世はこれ以上はウィリアム3世のイングランドと対立を続ける材料がなくなったためでもある。例えば修正主義学派はチャールズ1世の兄ヘンリーが長生きしていれば心境と革命は起こらなかったのではないかと指摘している。ありがとうございます。